ホームチャンネル。はい、奥に見えるのが宮島の JR の駅です。で、これ標識、車。で、ぐーっと駅からこっち、まっすぐ来るとここに来ます。こんな感じです。で、これがフェリーの入り口。で、2つフェリーの乗り場があるみたいで、これ見ると。こんな感じ。JR と、これ松台フェリー乗り場はこんな感じになってます。で、値段はですね、今スマホで見たら同じ180円で往復同じ360円、往復でも360円で得ないので、これもしかしたら行きは JR、 帰りはこの松台っていう、そういうパターンでもいいかもしれないです。それちょっと今考えます。いや、学生が多いです。あの、観光客というか、あれ、修学旅行みたいなのが多いです。で、今からちょっとあっちの駅の方を歩いて、それでフェリー乗って向こう向かいたいと思います。はい、ここがフェリー乗り場真ん前です。 JR の方で、こっちがもう一つの方で、今、大きいバックパックを預けたんですけども、コインロッカーはこっちの、JR よりもあっちのもう一つの方がコインロッカー安いです。100円安いです。僕は大きいのを500円で預けました。小さいのになると300円とか、中は400円とか、こう書いてあります。大きさに応じて値段は変わってきます。で、駐車場はこの辺とか、これ、こことか、あとこっちにもあります。800円です、1日。で、駅はですね、宮島の駅はあそこです。宮島口、ここから電車で来る人はまっすぐ歩いてください。すぐです。で、ここに着きます、フェリー乗り場。
っと宮島が近くなってくると一気にこうやって写真をみんな撮り始めます。ちょうどこんな感じで、JR のフェリーの方だとこうやって近づくらしいです。なので宮島に行く人は JR のフェリーで行きは乗った方がこういう感じのアングルで撮れるみたいです。
て。OK。みんな潮干狩りしてるみたいです。ここで。
はい、今厳島神社の潮干狩りしてる人たちがいるこの足元が悪いとこから映してます。ですね、鳥居の向こう側からの写真は逆光になってしまうので結構こんな感じびちょ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 になりながらみんな写真撮ってます。はい、今宮島の厳島神社の方来てます。こんな感じで潮が引いて潮干狩りみんなしてますね。僕も今までそこの中央のところにいたんですけど、見てください、水がどんどん増えていて満ちてきてですね、川になって、あの中央部分はもう濡れないと戻ってこれない感じになって結構びしょびしょになっちゃいました。いいですね、なんか写真スポットって感じでみんなここで記念写真撮ってます。で、いろんなちょっとした貝とかヤドカリみたいなのがいます。今からくぐってみますか。この麓もですね、麓というか根元の部分も牡蠣みたいな、こういうオイスターみたいなこんな感じでくっついてます。で、下から見るとこんな感じです。あ、すごい、お金がすごい。何なんでしょうか、このお金は。50円とか100円とか結構大金です。すげえな。で、あそこはですね、入るのに300円です。こちらは300円かかります。お、彼は真ん中の島部分、あれは出るときに濡れるパターンですね。完全に、この足元が。で、今から、食堂とかお土産屋の通りを通って帰ります。こっち方面に。